上野実と母さん原田のウルトラボックス。突然ですが原田さん、はい、何ですか？問題ですよ。問題、はは。県庁所在地が水戸市の都道府県どこでしょう？水戸市？茨城県？もう一回言って。茨城県。茨城？茨城。そうです。木です。茨城県。そうだね。大阪の、茨城と、この県が茨城だったような気がしたけど。大阪も？大阪も茨城？ちょっと、ググるわ。よくね、この二つ、茨城、茨城問題、あるよね。いや、どっちも茨城でした。あ、そうなんだ。じゃあ、俺が大阪の方が間違って覚えてたわ。そう。なんか、茨城県の方は、そう、木だよっていうのはなんか自分の中でインプットしたけど。突然来ましたね、漢字問題。漢字問題とか、まあ。漢字問題っていうよりは、県庁所在地あるある？いや、というよりも、原田さん、はい、早速あれだったじゃない？ぎってさ、濁ってたじゃん。うん。ああ、自分で無意識に濁ってたってことね。はいはいはい。そう。で、まあ、その流れで言うとね。うん。東京住んでれば分かるけど、京王井の頭線ってあるじゃん。はい。あ、てか言っちゃったけどさ。うん。じゃあ、京王井の頭線の吉祥寺駅があります。うん。吉祥寺駅の、各駅の次の駅。うん、まあ、てか、そこら辺、吉祥寺といえば、なんちゃら公園ってあるじゃん。あ、ろ過公園？いや、違う。あれだ。井の頭公園。もう一回言って。井の頭公園？はい、そうです。そうなのよ。あ、井の頭じゃなくて井の頭なんだ。そう。そうか。なるほどね。うん。なんか、思い込んでるけど、濁点ついてるついてないって普段あまり考えてなく喋ってるね。うん。なるほど。え、しょ。え、駅は井の頭なの？うん。駅も井の頭なの？うん。井の頭。え、駅はが？え、とか全部濁らないよ。あ、すべてにおいて全部井の頭なのね。そう。ああ。なんていうのかな、例えば、お店の名前が井の頭になってたりとか、うんうん。っていうパターンはあるのよ。なんかそういう民間というかさ。はいはいはい。まあレストランとかそういうね、スーパーとかそういうのはあるかもしれないけど、うん。いわゆる公的な駅とか公園は全部井の頭。うん。だから正しいのは濁んない方なのよ、うん。そうか。なんでみんな頭って間違えるんだろうね。まあ、それって、なんていうの、日本人の、日本語の特徴で、確かにあるのよ。なんか、あるじゃん。なんか。はいはい。重ねた時に濁点がつくとかね、そういうことですよね。もともと頭だったのにってことですね。単体だけだったら、うん。濁んないやつが、続く場合は、濁るっていうパターンってあるじゃん。うん、はいはい。今、なんか、いいの出てこない？なんか。いいの出てこないんだけど。初ガツオとかさ。はいはい。初カツオじゃないじゃん。はい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 、うん。そういうことね。はい。他の方が初ガツオとか。うん。確かに。でも、濁んないやつもあるじゃん。はい。いや、まあ、それこそ井の頭とか、まさに。うん。そうだね。なんかその線引きがよくわからないけど、間違って使ってる人が多い言葉が、うん、いつの間にか、主導権を握ることって、まあ、この濁点じゃないけど、言葉の歴史だとあるみたいね。ね、なんかさ、住んでる側の人間からするとさ、うん。いや、もう、井の頭だからってさ、人生でも
何十回も直してるからさ。ああ、そうか、そうか、そうだよね。当事者にしてみたら、間違われるってね、嬉しいことじゃないから、訂正していくけど、うん、この訂正をしていかなきゃいけない長い歴史、なかなか終止符が打てないパターンってことだよね。そうなのよ。で、確かに。逆に、逆じゃないけど、茨城に住んでる人に同じ話したら、うん、やっぱり、うん、毎回直すの億劫だって言ってた。うん、そうだよね。激しくこう共感するよね。正しく訂正したいけど、あまりにも回数が多いと、もう、いっかってね、勝手に喋らしとけ、みたいなこととかも出てくるだろうけど、かといってね、公的なものの話をしてるときに、やっぱり訂正しないわけにはいかないものね。そう。そうか。え、これ、困ってる、ね、地名、まあね、あまりにも特殊なところは置いといて、うん。その地名自体とかは知っているんだけど、実は読み方違ってますっていうのね、全国でたくさんありそうだよね。なんか、お便りでもらえると嬉しいね。もしかしたら。またお便り。A 君と同じ思いをしている。そう。本当はそうなのにみんな間違える地名リストの、はい、なんか全国マップが作れたみたいな。あれ、名字でもいいよ、名字でも。なんか、私、小さい木って書いて、小木さんっていう知り合いがいるんだけど、はいはい。さ、今、全国的にさ、おぎやはぎが有名なせいでさ、はいはいはい。おぎって読まれがちなんだよね。なるほどね。有名人が一人出ることによって、その主流だった読み方が変わっちゃうケースね。そう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 。で、なんか、聞いてて思ったんだけど、あ、てかね、衝撃なのが、おぎやはぎのおぎの、おぎさんの本名も、こぎなんだよね。うん、本当はこぎって読むんだって。ああ、はい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 。おそらくだけど、小木さんと矢作さんならね。そう、でも、小木矢作よりも、多分、小木矢作の方が多分、あれじゃない？コンビ名的にいいからとかで、なった、変えたのかもね。わかんないけど。ああ、はいはい。まあ、もしくは誰かに間違って読まれたけど、そのままにしたとか、なのかもしれないね。そう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 。なるほど。じゃあ、これもまあ、だからこれ、間違い、嘘から出た、誠の芸名というか。そうそう。まあ、でも、被害被ってる知り合いがいるっていうね、うん。なるほどね、うん。押し切られたパターンだね。うん、いや、でもこれ、ね、地名と人名で、こう、うんうん、お困りの方、うんうんうん、いるんだろうね。そうね。なんか、うん、でもほら、上野ってさ、こう、うん、電話とかで言ってもさ、うん、ほぼほぼね、上野になってる。ああ、聞き取りづらいとね。そうそうそう。だから、うん、予約したって言うと、ああ、上野さんですねって言われて、ああ、上野ですって、もう、その場の限りの関係だからいいやと思って、上野のまま、客として振るんだけど、うんうん。そうだね。なんか、会員登録するとかいうときは、まあ、本名に直さなきゃ、ね、正さなきゃいけないけど、その場限りだったら、うん、もういい、ね、上野でいいよ、上野で。まあ、いいかってなるよね。そうそうそう。おそらく、井の頭線、井の頭みたいな話も、まあいいかっていうふうに、こう、なっちゃいがちじゃない？いや、なんかね、そこが違うんだよ。私、それこそ、上野って言われるけど、上野はその場でなんとかなるけど、うん、井の頭はなんかね、こう、下せぬというかね、訂正したくないって、うんうん。なるほど。多分、住んでるからこそ、なんか、うん、なんていうの、なんか、間違われたくないというか、そうだね。愛着としてはそうだよね。があるから、うんうん。いや、っていうのでね、うん、私の中のセオリーだから、うんまあ、全部が全部じゃないんだけれども、うん、一つね、聞いてる皆さんにコツとして覚えておいてほしいのが、井の頭とか、茨城とか、地名だけで言えば、濁んない方が正解のパターンちょっと多いみたいなんだよ。ああ、なるほどね。なるほど。はいはい。そうそう。っていうので、地名の読みで、迷ったら、
濁らない方を一旦選んどけって。なるほど。うん。濁るなと。うん。迷ったら濁るな。そう、迷ったら濁るなっていうところ。いや、ミー君の今日の格言的には、迷ったら濁るなですね。そうそうそう。だってさ、逆になんかさ、濁って間違えるより、濁んないで間違えた方がなんかちょっと品がいい感じしない？なんか。なるほど。さっきの、確かに、例えば。何でも濁ればいいと思ってるみたいな感じよりはね。とかね。言葉に。そうそう、濁点方法がだからしてるし。うんうんうん。例えばさっきのさ、初ガツオもさ、初カツオって言ってるのをさ、いや、初ガツオですよって直す方がなんかさ、うんうん、なんかこう、品がある感じしない。なんとなくだけど。うんうんうん、うん。うんそうね。まあ、元来、そこ、濁らないところがスタートして、濁ってもいいかって、こう、世の中に広がってったっていう順番でいくと、ね。そうそう、発音しやすさだからね、濁るっていうのは。うんうんうん。だから、その、ちょっとその、楽をしない方向を選んでるっていう意味でも、なんか。そうだね。で、楽をしないことがまだまだ世の中の正解の方が多いわけだから、最初の、その、濁らないものを取って、で、選んでおいた方が、うん、まあ、歴史的な順番からしてもいいってことですね。そうそう、その中で。ああ。なるほど。ちょっと気をつけよう。なんか、そのね、地名はともかく、そのさっきみーくんが言った人名、うん、ね、人のお名前で初めてこう、読まなきゃいけない時とかあるじゃない、うん、そういう時はやっぱりそっちを選んだ方がいいね。そう。じゃあ、迷ったら濁るだと。はい。はい、とりあえず濁らない方を選んだわけというようなお話でした。はい。はい。では次のウルトラボックスでお会いしましょう。お相手は私、冬のみのると川崎原田がお送りしました。